はい、どうも皆さんお久しぶりです。ゆうきです。いや、最近動画投稿が滞ってて申し訳ございません。ちょっとそれとかね、最近の近況についてお話、まあ、今後の活動についてもね、お話しさせていただきたいなと思ってるので、あ、なんかゆうき久々に動画上がってんなと、あ、こいつ最近どうしてたんだろうっていうのがね、気になる方とか、あとは今後もパワポケ動画見たい方とか、ぜひ最後まで見てください。っていうことなんですけど、今ね、結構本当に死にそうな状況になってます。割とメンタルに来ててね、めちゃくちゃ病んでるんですよね。まあ、っていうのも僕4月から転職して職場変わって働き出したんですよ。それがね、あまりにもあまりにも今きつくって、今1日11時間から12時間ぐらい会社で働いて、帰ってきて仕事持って帰って働いて、で残業代は特に出ませんっていう状況で、まあお仕事をしておりまして、まあ、過労死ラインの60時間は普通に余裕で超えて、まあ、2倍まではダブルまではいかないけど100時間ぐらいはまあいくかな、まあ、持っていくのかなぐらいの残業時間というか勤務時間外のお仕事時間っていう感じになってて、でね、なかなか今の会社の皆さんもレベルが高かったりとか、しかもお仕事熱心だったりとかして、もうなかなか僕がね、自分の能力が足りなくて、こう、能力的についていけてない部分もあって、もう足も引っ張りつつでもやんなきゃみたいなところもありつつっていうのでね、結構きつい状況になってるんですよね。で、前職が、前の職場5年間働いてたんですけど、そこは本当に、定時で大体上がってたりとか、まあ自分もかなりその職場の中では色々させていただける方だったんで、気持ち的に余裕があったんですけど、今なかなかそういう状況で、まあ転職して1年目だからしょうがないところもあるんですけど、なかなか自分が仕事分かってないというところであるんですけど、結構しんどい状況になってて、最近ね、ご飯を食べなくなったりとか、毎日気持ち辛いなーっていう感じになってて、ちょっとね、気になって品川メンタルクリニックでね、この診断をしてみたんですよ。オンラインでセルフチェックできたんで、皆さんもちょっと最近仕事疲れたなーとか病んでるなーっていう方はやってみてほしいんですけど、でここうつ病診断とかでググったら上の方に出てきたんでやってみただけなんですけど、でセルフチェックしたら診断結果重度のうつ状態の可能性がありますって出てきて、マジかーと思って、精神的にも身体的にも辛い状態だと思います。このままではさらに悪化する恐れが高いです。お早めに精神科や心療内科を受診することをお勧めします。今の状態ではご自身でうつ状態を改善することは難しいと思いますので、医師に相談した上で治療を検討することをお勧めします。当院では初診診察料無料ですので、ご予約の上お気軽にご相談ください。一日中憂鬱な気分が続いてる。はい、続いてます。何をしても興味や喜びが持てない。いや、割とその感情になってきてます。こちらが2週間以上続いてる場合はお早めに受診しましょうっていうことでね、品川新なんだっけどこだっけ品川メンタルクリニックさん、初診無料みたいなんですけど、全然案件でも何でもないんで特に宣伝はしませんが、はい、っていう感じでね、マジかと思ったんですよね。ただね、仕事も休むわけにはいかないんですよね。転職した理由っていうのが、まあ、前の職場はそう、働きやすくはあったんですけど、お給料があまりにも低くて、うち去年子供が生まれたっていうこともあってね、僕が働かないと、まあ、家計が回らないんですよ。前職は退職金もなかったり、ボーナスもなかったりっていうことで、やばい、このままだとちょっとさすがに子育てできないなっていうこともあって転職した部分があるんで、辞めるわけにはいかないんですよね。で、結構視聴者さんからは本当、病院行って診断書もらって休んだらどうですかとか、いろいろ、おっしゃっていただいて、すごいそれもありがたかったし、皆さん温かくしていただいてありがとうございますだったんですけど、それもらってさ、休むと、最初、料金って、給料の3分の2をいただけるっていう形で、そういうことを休むのに専念するから、それそうなんですけど、それだとね、生活うちの子を育てられないっていう、そう、僕一人だったら別にいいんですよね。僕一人だったら全然、しっかり休ませていただいて自分の健康を優先するんですけど、僕一人の人生ではなくなってしまったもんで、っていうか、なくなったことはとても嬉しいというか、まあね、うちの子は毎日可愛くて、もう本当にそこは幸せな気持ちにさせていただいてるんで、全然それはもちろん大歓迎なんですけど、ただ自分一人の人生じゃないっていうことでね、ここは歯を食いしばって頑張んなきゃいけないかなと思って、
まあ死ぬ気で今、死ぬ気で、本当に死ぬ気で頑張ってますっていうことがあって、すいません、動画投稿が1ヶ月空いておりました。はい、パワポケ1のメインストーリー解説実況を上げてパート2で止まってますからね。まだ1年目で止まっちゃってるんですけど、1ヶ月動画が空いております。非常に申し訳ございません。ただね、動画の方も本当に頑張りたいなと思っていて、もちろん動画の方も僕の生活費になっているというか、僕の生きる上での、でね、再生数僕は全くないので、ちょこっとしかないんですけど、そんな収益とかね、そういう部分は。ただそれでも僕の生活のために、はい、僕のお小遣いにはなってますし、まあ何よりね、その動画やってて楽しいとか、まあやっぱパワポケやってて楽しいし、パワポケの宣伝自体は今後も引き続きしていきたいっていうのもあるし、視聴者さんと喋れるのもすごい楽しいと思ってるんで、まあそこのためにも動画を続けていきたいと思うので、ちょっと1ヶ月、まああまりにもマジでここ1ヶ月2ヶ月はねきつすぎて、もう本当に動画できんかった。正直全くできんかった。夜もね、動画やろう動画やろうって言って、 OBS 録画ソフトですね、 OBS つけようつけようって思っても、本当に体が動かなかったんですよ。あ、マジで辛い人って、僕、うつの状態とかって今まで分かんなかったんです。まあ、自分がまだ別に診断もらってないんで、そんなこと言うのも、お前、そんなこと言ってんじゃねえよと思われるかもしんないけどね。まあ、一旦置いといて、それは。そういう状態の人の気持ちってやっぱ、ちょっと分かんなかったんですよ。正直、ごめんなさい、そういう状態になったことある人は、あれなんですけど。でも、分かった。動かない体が。マジで体が動かないしね、心もやんなきゃって思うんだけど、動かない。本当に動かない。でも新卒の頃もっと過酷だったんだけどな。普通に、60時間が過労死ラインでしょ？120時間以上はサービス残業してたからさ、あの頃の俺よく耐えられてたなって今思うと、すげえなーって。新卒時代のゆうきくんすげえなーって思って。なんならそのラインの残業した後で友達と飲みに行って朝まで飲んでましたからね。いや、若い頃ってすごいんだなーって今31歳になって思ったりしたんですけど。まあそれは置いといて、まあちょっと今回のでね、分かったけど、気合い入れて、今とにかく気合いで動くしかないかなと思うので、せめてね、1日1本投稿は今後、まあ、頑張ってやっていきたいなと思いますので、皆さん応援していただけると嬉しいです。そう、頑張るんですけど、頑張ってやっぱり見てもらえなかったり、コメント来なかったりすると、本当そっちもねモチベーション落ちちゃうというかそっちも辛くなってしまうので、皆さん今後動画が上がったらぜひ高評価とか、あとコメントが一番嬉しいな。コメントしてくれるのが、僕なんだかんだコメント全部見てるんで、コメントいただけるのが一番僕は普段見てて嬉しいので、コメントしていただけると僕の力になって非常に嬉しいので、よろしくお願いします。まあ、ただね、6月っていうことで、多分5月病とか5月病乗り越えられなかった人が6月病で、僕と似たような状態になってる人、6月病もね調べたらなんかいろいろ出てきたんですけど、僕と同じようなメンタルになってる人非常に多いんじゃないかなと思います。特に新卒の方とか、まあ、転職したよっていう方とか、新しい会社に行って前職となかなか違って勝手が分からなくてうまくいかないとか、まあ、そういう方いっぱいいると思います。そういう方はね、本当に無理しないでください。無理してる僕が言うのもなんですが、無理して体ぶっ壊したらもうどうしようもないですからね。そうなんだよな、そうなんだけど、無理しなきゃいけないんだよな今。これがこの父親になったこの大変さでもあるんですけど、まあ、その分幸せももらってるんでね、この大変さはしっかりと抱えて生きていかなきゃいけないなとは思うんですけど、まあ、それがないようであれば、はい、別に子供子育てとかないよっていう方であれば、自分の健康を一番に優先することが本当大事だと思いますし、仕事のために生活してるわけじゃなくて、生活するため、自分が人生生きるために仕事をしてるんでね、自分の人生の、まあ、生きるっていう目的とか命を削ってまで働くのは僕は本末転倒じゃないかなと思ってるので、はい、皆さんもぜひ無理しないようにしてくださいって、こんなん言ってても説得力ねえわって話だよな。本人がこの状態だからな。本人この状態だから説得力ないんだけどさ、でもマジで体ぶっ壊したらもっとやばくなるんで、まあ体ぶっ壊さない程度に、体ぶっ壊さない程度に働かなきゃいけないんだけど、体ぶっ壊す程度に働かないと落ち着かないんだよな今。そうなんですよね、ちょっと大変なので、はい、この動画を見てるお金持ちの社長さんがいたら、ぜひ僕に
うちで働かないかというメールを気軽に送っていただけるとまあまあまあ僕もね、でも動画投稿も今後ちょっとね、最近サボっちゃってたんですけど頑張りたいと思ってますし、まあお仕事の方もそう、Twitter とかもねほぼ最近更新なかったと思うんですけど、動画のあのサブちゃんの投稿ツイートとかはあったんですけどね、ほぼ投稿なかったのはそういう理由なんですけど、まあ、とりあえず動画投稿を頑張る、一旦動画投稿を頑張ってもうちょい余裕ができたりとか、まあその OBS のボタンを押すっていうことができるようになったら、配信ボタンをポチって押すことができるようになったら、マジでね指が動かんのよ、頭も動かんのよ、そういう時って本当に辛い時って、まあ、それができるようになったら配信とかもねまたやっていきたい、配信自体は好きなんでね、好きなんで本当にやっていきたいなと思うので、ちょっと楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。皆さんも心と体大事にしてぶっ壊さないように注意してください。一回ぶっ壊れた心ってなかなか回復難しいんで、結構ね周りでも鬱になったとかガチで診断出て やめたとか病気入ったみたいな人とかいっぱい見るんですけど、本当に一回壊れたものって直すのがマジで難しいというか、本当に元には戻らないような状態になっちゃうので、皆さんも自分の心と体一番大事にしてください。はい。皆さんどうぞお気をつけください。じゃあ明日から動画投稿頑張ります。また動画投稿するから見てほしいけど、もし動画投稿してる中であれ今日動画投稿されねえぞとか、あれ最近されねえぞっていうのがあったら、クソ忙しいんだなと思ってゆっくりとお待ちいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。頑張ろう。